ルキューブイオンレイクタウン森店の福井です。高田です。よろしくお願いいたします。本日は秋におすすめの新作コーデをご紹介します。商品紹介後には質問コーナーがありますので、コメントお待ちしております。ぜひ最後までご視聴ください。お願いします。まず高田さんが着用しているコーデからご紹介します。はい、お願いいたします。中に着てるワンピースのご紹介からしたいと思います。はい、ちょっと脱いじゃいます。はい、私がこちら下に着用しているのが水彩タッチのにじんでる感じの小穴柄のプリントが特徴のフェミニン、ゆるっと A ラインが特徴のワンピースになってます。これ結構今は結んでるんですけど、とっても結構すっきり見える形になってますよ。でお胸すぐここにはですね、ヨーク切り替えが貼っているので、押さえて、あとここでスリットが入ってるんですよ、見えるかな、うん、なので軽やかな印象に見えます。で透けにくいので、私が今着用してるみたいにワンピースで着用するのもいいんですけども、フロントオープン開きなので羽織としても楽しめます。なので週に合わせて使い回せて秋を2回楽しめるアイテムになってます。でサイズ展開が、私が着用しているのが13号サイズ、身長157センチなんですけども、13号着用しております。サイズ展開が13号から15号に、でカラーが、私が着ているのはこれグリーンなんですけどね見えますかね、グリーングリーンですもう一個がグレーなんですけど、見えますか、お光の度合いで分かりづらいかもしれないんですけども、グレー、そう、結構直接見ると割とちょっと雰囲気変わるんですけども、見にくいですよねでこちらですね、まあ、商品番号が OLEKJ0409、価格が8990円プラス税となっております。先ほど着てましたジャケットのご説明させていただきます。はい、ワンピース上に、はい、着用しているのが秋に大活躍間違いなしのデニムのジャケットになってます。定番です。定番です。前端タックデザインがポイントで、ポケットがですね、こちらはパッチポケットなので結構ボリューム出ないんですよ。胸とかある方とかでも安心して着られるんじゃないでしょうか。でペタッとしてるのでボリューム出なくてスッキリ見えますよ。でボリュームなるべく出さないデザインなんですけど、あとドロップショルダーですね、この肩がちょっと下がったデザインになってます。なので結構ゆったり羽織れます。この辺も結構ゆったりしているので、ただ今結構お袖のデザインがあるものとか結構多いんですけど、そういったものでも全然上から羽織っていただいても大丈夫かなと思いますね。で袖口はもし長かったらこうやってロールアップして、はい、スタイリングにアクセントをつけていただくのもおすすめになってます。で今こう普通に着ちゃってるんですけど、今年っぽくちょっとこう襟を抜いたスタイルで私らしくていいと思います。ストレッチもすごい効いてます、ね、すごい効いてます。もう伸び伸びです。肘とか曲げやすい。そうですね、すごい動きやすいです、ね、なんかレジャーとかにもいいかなと思います、うん、はい。でこちらのサイズ展開がですね、13、15、17号になってます。私が身長156センチで13号着用しております。でベーシックのこちらデニムのカラーのみの展開になってます。1色です。はい、で商品番号が OLJBJ0219 で、価格が12,990円プラスデーになってます。はい、じゃ続きましては桜井さんのコーディネートのご紹介をさせていただきます。お願いします。見えてますか？はい、でご
紹介してまいります。まずトップスのご紹介です。こちら着ています。ニットなんですが、ニットでも薄手の編み方になっていますので、結構心地よい肌触りになっています。で、首元が浅めの V ネックになっています。で、肩の切り替えがこうないデザインなので、肩周りとかアーム部分が結構ゆったりしていて、すごい着やすい、楽ちんなんですよね、これ。なんでゆるっと着られる感じで、なんで秋の初めに着るニットとして本当にいいですね。おすすめ、なんかいきなりちょっと気温下がっちゃったりする時とかもあるので、そういった時とかにいいですよね。はい、はい、商品の詳細ですね。サイズが1番と2番になってます。私身長163センチで1番を着てます。カラー展開は4色これあります。はい、はい、着ているライトグリーン、はい、ライトグリーンでお見せして、はい、ライトグリーンで、ライトグリーンです。はい、とオレンジ、オレンジです。オレンジです。元気はつらつ、秋っぽい元気な色ですね。はい、はい、とベージュ、ベージュ、ベーシックカラーはベージュとちょっと白っぽい、そうですね、綺麗なピンクベージュ、合わせやすいですね、いろいろ。はい、とグレーです。ちょっと、はい、ちょっと粉っぽい、ベーシックカラーはベージュグレーで、ちょっとカラーものはオレンジとこのライトグリーン、そうですね、でも合わせやすいので、ね、結構ここのも合わせやすいんじゃないかな、ね、はい、商品番号が OLFKJ01049、 なんと4990円プラス税となってます。安いですよ、締めニットです。そして今ニットに合わせてレイヤードでこちら今着ている、ちらっと見えてると思うんですけど、こちらがタンクトップになってまして、じゃじゃーん、裾を見せて着るレイヤードタイプになってます。サイドでスリットが丸く入ってますけど、タンクトップの形で中に着ると裾をちらっと見せられるようになってます。で、裾部分がポリエステル 100% なので、結構サラッとしてますね、すごい肌香りがとってもよくて、これはもうショート丈のトップスですとか、着丈がなんか短くてヒップ隠したいっていう時にすごい重宝します。なんでちょうどお尻が隠れますね、隠れる安心ですねになってるので、はい、1枚持ってると本当便利、便利です。これはお店でもいつもすぐ完売しちゃうので、商品人気ですね。はい、はい、こちらサイズが1番2番ですね。私今1番着てます。でカラー展開なんですけど、アイボリーが白無地、はい、白無地になってます。無地ですね、何も、はい、合わせやすいですね、はい、柄物のトップスとかに合わせてもいいんじゃないかなと思います。でホワイトっていう色がちょっとストライプの柄に薄くなってるんですけど、フリーストライプです、はい、になってます。これもベーシックで綺麗めなんです。腹筋とかに使ってもいいんじゃないですか。商品番号が OLKKJ10039、 3990円プラス税となってます。プラスワンアイテムですね、はい、ぜひこれとニットと合わせて、はい、はい、はい、続きましてこちら行きます。ドコムです。ドコムです。サラリンです。足のライン結構拾わない、ゆったりめのシルエットのこうテーパードパンツになってます。裾に向かってちょっと細くなる、太ももとかつぶらはぎとか結構響きにくくなってるので、そういうところ気になるところにおすすめですね。センタープレスが入っているので、ゆとり部分がなんかこう脇にたまることがなくてすっきり見せてくれます。シワになりにくいなんかポリエステルの素材になってるので、すごく履きやすいです。めちゃくちゃ楽、ね、もう他が履けなくなる結構ね、うちは楽なパンツ多いですけど、はい、その中でもすごく楽なパンツだと思います。でトレンドカラーの私も履いてるのはスモーキーグリーン履いてるんですけど、グリーンにグリーン合わせるみたいな感じ
で、マーコンコーデで、はい、いいです。サイズが13号、15号の2サイズになってます。私身長163センチで13号履いてます。カラー展開はこちらのグリーン、グリーンです。あともう一色モカです。モカ、モカすごい綺麗な色、2色でどっちもスモーキーめの色で今年っぽいカラー、はい、トレンドカラーですね。ぜひ1本は持っててもいいかも、いいですね、合わせやすいです。はい、とてもおすすめですね。はい、こちら商品番号が OLLKJ09089、 価格が8990円プラスで決まってます。ワンピースの質問がございます。身長156センチなんですが、それは長めですか？全くご質問された方と私同じ身長です。156センチ7センチぐらいになっております。私が今履いてて膝が全然隠れちゃうぐらいの長さになってるんですけども、サイドスリットが入ってるんですけど、いやらしいスリットじゃないので、はい、長すぎず短すぎず、そうなんですね。トレンド的にも長めが流行ってはいるので、身長差でもサイドワンピースを可愛く着ていただけますし、前を開けて羽織りに着ると、丈感が気にならなくなるかなと思って。今私はショートブーツで合わせてるんですけど、ちょっとカジュアルめでスニーカーでもいいですし、パンプス合わせてちょっときれいめに着ていただくのもいいんじゃないかなと思います。はい、はい、じゃあ続いては、はい、ジャケットの質問です。ジャケット、はい、お願いします。お待ちください。はい、お待ちください。はい、はい、ジャケットは大きめですかという質問です。スリーサイズ展開なんですが、どうでしょう？今私13号着てるんですけども、普段も 2L サイズを着てまして、で、ですね、身幅、ここの脇から下のバスト部分のおサイズはですね、112センチになります。13号で112センチになります。はい、手が63センチになりますので、ちょっとこうジャケットを、ですね、結構ゆっくりもしてますし、肩落ちになってるので割とこの辺がゆっくりしてるかなっていう印象ですね。結構ストレッチもすごく効いてるので、割とこう、はい、カチッと着たい方とかはちょっと1個ちっちゃめでもいいですし、ゆるっと着たい方はワンサイズ上げていただいても可愛いかと思います。はい、はい、続いてはパンツの、パンツ、はい、はい、また身長が156センチだとパンツの丈は長いですかという質問です。ですね、パンツ一応丈が68センチ丈のパンツ13号で68になってるので、156センチだとぐらいですかね。そうですね、私履いてちょっと足首出るぐらいなんですよ。はい、なので、多分57、6センチぐらいの方だとジャスト、ちょっと高めのヒールを靴に履いていただくとちょっと上がる感じ、折らなきゃいけないってことまではならないかなと思うんですよね。もともとそこまで長めすぎる丈ではないので、そうですね、お履き物によってもそうですね、雰囲気変わりますね。はい、美坂田さんも履いていらっしゃるみたいなブーツとかだと溜まったりするので、多分こういうパンツも履きやすい。そうですね。ショートブーツとかにもありですね。あ、全然ありですね。はい。はい、あとインナーの質問です。
インナーの、はい、と裾の部分はシワになりやすいですかとのことです。はい、ポリエステル 100% の生地なので、シワに逆になりにくい生地になってます。サラサラですし、こうクシュクシュっとこう見えますかね、しても全然こうならない。お洗濯した後パンパンってちょっと干せばもう全然綺麗なので、アイロンもいらないですし、こっちの生地はポリエステルではなくてレーヨンとポリエステルが配合しているので、ちょっと綿っぽい感じ、で裾の見せる部分はポリエステル100なので、ブラウスみたいなサラッとした感じの生地になってるんですね。はい、なんでちょうどお尻隠れるので、座ったりとかした時にもシワにはなりにくい。なりにくい。とっても優秀。干す時にね、パッパッと干していただければいいかなと思います。はい、大丈夫ですよ。同じインナーでデスクワークとか、あとオフィスカジュアルとかにも向いていた、していっても大丈夫ですか？もちろんです。大丈夫です。オフィスカジュアルでもこのタンクは使えますかってことなんですが、今、桜井さんはニットで合わせてらっしゃるんですけども、全然ちょっとオフィス用のきれいめのカットソーやブラウス、またチュニックでも、合わせていただいても大丈夫だけが足りないので、この辺もジャケットとか着ちゃってもありだなと思いますし、サイドがねちょっとスリットがこう入ってるので、ね、カジュアル感もないけどきれいめでも OK だと思います。オフィスに使えるようなカットソーとかなんですけど、こういう感じで合わせてもはい、かわいいですよ。これにテーパードとかも、カジュアルになっちゃいますね。綺麗めのパンツとかベイビーとか、はい、今ちょっとねラベンダー持ってきちゃったんですけど、全然黒白とかじゃないとダメだなって方でも全然、はい、大丈夫です。これも1枚何でも合う、うちの定番商品でめちゃくちゃいいね。そうですね、はい、ですね、はい、変わります。あとデニムのGちゃんの件なんですけども、はい、ジャストな肩の感じに見えるんですけど、ドロップショルダーで合ってますかとのことです。Gちゃんなんですが、セットインになってるので肩が入ってます。肩あります？ちょい落ちぐらいですね。少し落ちてる。気持ちいい。すごく肩ここなんですけど、はい、こことかではないので、もう若干落ちてる感じですね。気持ち、はい、肩幅にもよるかも。私はそうちょっと狭めではあるんですけど、はい、肩までじゃない、はい、あんまりがっつりは落ちてないですね。はい。パンツは涼しそうとのことなんです、はい、涼しいですかっていう。そうですね、結構サラッとしてタッチが、素材がポリエステルとレーヨンを使っているの で裏地がないデザインになってるんですよ。なので履いていても張り付く感じもないですし、サラサラのテラス。だからといって、じゃあもうちょっと寒くなった時に寒いかなっていう感じもないので、ね、こういう感じで裏は裏地なしでも、結構そうですね。でゆったりめのテーパードなので、足にぴったりはしないので、サラサラっとするので。涼しいって今は涼しいですし、履き心地が何より気持ちいいので、不快な感じもないですし、全然これから履いていただけるかなって思います。はい、はい、以上です。バッグのご紹介させていただきます。
LLKB オリジナルエコバッグのこの名もチャリティーエコショッパー。じゃん、かわいい、見えますか、すごいかわいい色なんですよ。ピンクで女性らしいですね。でこちらですね、折りたたみタイプで大きさがですね A4 サイズすっぽり収まる大きさになっております。結構広めなんですね。ちっちゃく見えるんですけどね、パッと見ると大きくは見えないんですけど、でこれちょっと A4 なんですけど全然すっぽり見えやすい、すっぽりです、全然もう余裕ですね結構入りますよ。デザインはですね L キューブおなじみのですねショッパーですね、はい、ショッパーとポイントカード、はい、こちらと同じ柄で作って、肩元このぐらい、ポイントカードちょっと大きい、はい、ちょっと何もでちょっといつもなんかバッグに入れといて、はい、使っていただけます。こちらを購入すると売上の一部がサンクスナス基金に寄付されますので、エコバッグ購入するだけでも看護師さんへの支援につながりますので、ぜひチャリティー活動ご協力お願いいたします。はい、これからねエコバッグ結構必需品になってきますので、ぜひエールキューブの可愛いエコバッグでお買い物楽しんでください。はい、可愛い、はい、こちらおすすめです。はい、お願いします。はい、では最後にですねこちらのご紹介させていただきます。はい、新しい生活様式の必需品、こちらナノシールドのご紹介です。ナノシールド、ちょっと逆なこと。ナノシールドはですね、抗菌抗ウイルススプレーで、国際特許のナノポリマーのスプレーなんですよ。でこちらウイルスに着火するとウイルスが活性化して無害化します。でこのスプレーはなんとノンアルコールになってまして、塩素や金属のシールドになってますので、マスクとかにもですね、はい、マスク内側そのままかけてもいいですし、外側にもかけれますので、はい、安心して使っていただけます。なんでアルコールとかね、ちょっと弱い方とかも結構いらっしゃると思うので、はい、安心して使っていただけます。通常アルコール除菌剤をですね、お洋服ではちょっと使いできませんのでですね、これとっても嬉しいですよね。はい、この効果まだまだ消臭効果もありますので、お洗濯の後とか汗をかいた後に匂い気になるなっていう時にこうシュッとしていただくと、抗ウイルスで消臭効果もあるので匂いが結構消えます。菌が匂いを発生させるので、その菌をなくすってことなので、匂いがなくなります。はい、でその他にソファーとかカーテンにもおすすめです。テーブルですとか、ドアノブとか結構触るところ、無機質なものにスプレーするとなんと1週間程度そんなも持続します効果が。すごいですね。はい、なんでよくお使いのスマホとか、はいはい、タブレットにももちろんお使いいただけますので、これも1本あると本当しばらく安心みたいな。安心ですね、本当に、はい、本当にもうノンアルコール塩素不使用なので、人体とか動物とか植物に完全無害になってますので、匂いもありませんので安心してお使いいただけます。はい、はい、こちら1500円プラス税となってますね。ぜひこれからもまだまだ気になる時期になるのでおすすめです。はい、はーい、でした。はい、ではそれではですね、本日紹介した商品のおさらいをさせていただきますね。ではまず、はい、私の方でのおさらいをさせていただきます。今日坂田さんが着用しているおさらいです。はい、こちらワンピースです。ワンピースもおさらいさせていただきます。はい、商品番号が OLEKJ04089、 価格がですね8990円プラス税ですね。サイズ展開は13と15号、私は今写真中157センチなんですけども13号着用させていただいてます。でカラーが私着用しているこちらグリーンです。どうぞ。とグレーですね。
はい、わかりますか。はい、二色展開ですね。はい、では続きましてはジャケットの存在、はい、デニムジャケットですね。はい、こちらですね。こちらの商品、あ、本当ですか、やった、はい、嬉しい。私もこれ買っちゃいました。もう一足先に、はい、すいません、商品番号ですね、 OLJDJ02129、 サイズが13、15、17号です。で、私は13号着用しております。はい、カラー展開を着用するこちらのベーシックなデニムのカラーのみの展開になっております。価格が12,990円プラス税になっております。一色だけなんですが、デニムのお色も結構ベーシックなので使いやすいと思います。はい、続いてサプライズのおさらいをさせていただきます。ニットの商品番号、ニットの商品番号 OL SKJ01で、これね、サイズは1番と2番、はい、私今身長163cm で1番を着てます。こんな感じです。あ、ゆどるま、ゆったりゆどるま、うん、はい、バストがですね、156あります、はい、1で156ありますので、すごいゆったりしてます。で、着丈がこちらが60cm、ここ同じですよ。はい、60cm です。カラー展開が着てるのがライトグリーン、はい、4色展開してますので、ライトグリーンとオレンジ、オレンジ元気なカラーですね。はい、オレンジとベージュです。ベージュ、かわいい、綺麗なベージュですよ。はい、ちょっと綺麗めにも、ベージュと、はい、あとはベーシックカラーで、これも合わせやすいグレー、グレーです。そんなに強い暗い色じゃなくて、綺麗なライトグレーな感じの、はい、カラーが苦手な方とかはいいかもしれないですね。グレー、はい、すごい使いやすいです、はい、こちら価格が4,990円プラスでなってます。はい、はい、続きましてニットの下に着てるのがこのインナーですね。インナーの商品番号が OLKJ10039、はい、サイズが1番2番ですね。私は今1番着てます、はい。カラー展開はちょっと分かりづらいんですが、アイボリーが白無地、あっちですね、はい、はい、これ何もない無地です、はい、はい、で、ホワイト、ホワイトです、こちらがストライプ柄になってます、はい、私はストライプの方を着てます。ストライプです、はい、こちら価格が3,990円プラスで、はい、こうなってます。で、続きましてパンツですね。こちらパンツの商品番号が、はい、OLLKJ09089、はい、サイズが13号15号、はい、私身長163cm で13号入ってます、はい、でカラー展開がグリーン入ってますので、とっても綺麗、はい、はい、とモカ、モカです。すごい可愛いですね。秋カラーサイズっていうか本当にモカなので綺麗な、ね、綺麗ですね。光沢感があってより綺麗ですよね。はい、価格が8,990円プラスでとなってます。はい、はい、以上、もう着用していた商品のおさらいでした。質問、はい、大丈夫です。もしあればまだ OK です。大丈夫です、はい、何でしょうか。かわいいとか素敵とかのお言葉いただいております。あと、そうです、ニットは柔らかそうというようなお声もいただいてますけど、柔らかいですか。素材に若干ウールが 6% 入っていまして、ポリエステルが54%、ナイロン21%、アクリルが 19%、
で毛が 6% なんですが、全然チクチク感もなくて、全然ないですね。私もウールちょっと苦手なタイプなんですけど、今本当タンクトップにこれしか着てないんですけど、ほぼ素肌に着てるんですが、チクチク感もなくて全くないですよね。でここの袖口は割とリブがしっかりしてるので、キュッとちょっと上げて、はい、今の時期だとしていただくこともできるし、やっぱり袖ってね気になっちゃうんですけど、うん、こう上げることができるので、はい、とても長く着れるね、着れそうね、本当全然ストレスないです。ノーストレス着用できる。さらさらもうエールキューブでおなじみのこのニットなんですけど、そうですね、結構やっぱりすぐ人気でですね。はい、カラーはどれも本当おすすめですので、うん、特に一番はグリーン。今日、ね、今食べてるこのワンダロン、あとニットはお洗濯できますかという質問が結構来てますね。ニットはお洗濯、あの洗濯機でドライコースとかおしゃれ着洗いで、あのお洗濯できます。一応クリーニングネット、ネットに入れて畳んで、弱いコースとかおしゃれ着洗い、ドライコースで洗濯できます。手洗いでももちろん、ね、優しくこう押し洗いしても大丈夫ですし、アクロンとかね、はい、アクロンとかね、おしゃれ着洗い用の洗剤で洗っていただくと、うん、すごく、ね、柔らかくて気持ちいい素材なので長持ちしますね。そういうおしゃれ着洗い用の洗剤使っていただくとですね、ですね、はい。19号展開のお洋服は何かありますかということなんですけど、2号がね、2番っていうサイズが、はい、だいたい1番が13から15号、はい、2L、3L 展開、今手でてらっしゃるのがそうですね、だいたい 2L から 3L サイズ、はい、2番っていうサイズがありまして、2だとだいたい 4L から5L なので、で17、19号ぐらいですね。1番と2番の差がですね、身幅がだいたい4センチから5センチぐらいの違いになりますので、だいたいそうですね、バスト部分ニットで、こちらのニットで言うと、まあ、今こちらが156センチバストなんですけれども、まあ、およそ160センチぐらいの大きさになりますかね。そうですね、デザインによっても止まるんですけれども、割と胸周りとかは着たりしないデザインが大体多いので、19号ぐらいまでカバーしてますね。サイズ悩みでした。店頭でも相談もできないので、ご試着もできますので、もちろん受け止まっておりますので、お待ちしてます。はい、ね、半透光で難しそうというお声もいただいてますけど、結構これで珍しいお色味でちょっと上級者っぽくも見えますけれども、しグリーンがちょっとって感じでしたけど、グレーから着ていただいてもいいかなと。今これ結構ちょっとライトめのグレーなんですけども、ボトムにダークグレーとか持ってきてあげて、はい、ちょっとこうメリハリのあるスタイルにされてもいいんじゃないかなと思います。お色が同じ、ね、グレーでやればダークでライトで合わせていただいてもワントーンコーデにはなるので、はい、割とグレーとかですね、ベーシックなカラーがワントーンカラーにはおすすめかなと思います。でもこちらも全然、はい、間にちょっと白を入れてもいいので、はい、ワイクッションちょっと色が抜ける色が入るので、うん、目線がこっちにも違うので、うん、割と全部同じ色、これがないと全然違うんですよ。そうですね、これがもたしちゃうよね。難しいです。これが抜けて全然違いますね。違うので、やっぱり同じ色で合わせたいけど難しいのはあると思うんですが、こういうポイント、色が抜けるところを使っていただくといいかな。はい、先ほどちょっとお話戻るんですけども、はい、19号とかで普段あのお選びしている方は、はい、2番サイズを選べば、まあ、大体大丈夫ですかね。普段19号ぐらいの方でしたらおサイズ、1番2番展開のものでしたら2番っていうサイズをお選びいただければ安心かと思います、はい、以上です。はい、かしこまりました。では今日はご質問はここまでとさせていただきます。はい、ではご紹介しました
商品の詳細はですね、追ってインスタにもアップいたしますので、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、また全国の LTM の店舗オンラインストアでこちら購入できますので、ぜひご利用くださいませ。では最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の配信もお楽しみに。はい、ありがとうございます。バイバイ。ありがとうございます。